嫌いな人は誰ですか。開口一番それ。嫌いな人は誰。なんか普通なんか序曲あるやん。嫌いな人は誰ですかって、まあ合う合わないって人間、ありますから。嫌いな人。村本はいるか。こいつは嫌いやとか言うか。最近いますね。誰や。なんか東京の番組のプロデューサーの人なんですけど。なんでこれがもう腹立つんですよ。もうやっとまあなあ、お大阪からで俺も出てきた時をいじめられたけども、俺もな昔わざと俺3万やねんけど、俺なんか、大阪からたった一人で行ってた時代あるやんか、はい、若手の頃、はい、わざとな東京のその、もう今やめよったからやけど、日本テレビのプロデューサーが、はい、わざと岩橋君って言うのずっと、何があっても俺と大阪の芸人で一人や、まあ、あの時東京と大阪の芸人すごい壁があったから、はいはい、たった一人やねんな、あと東京の芸人さんばっかりやねん、はい、ずーっと岩橋君「さまです」って、ああそうそうそう、それでね岩橋君ってわざとやねん、うわー嫌な性格、面白くもないし何にも受けません、まあまあ向こうも受けようとしてないねん、はい、わざと知らないっていう、はい、あの間違ってるっていう体にしよったんや。でも2年後俺がバーッと売れてきたやんか、ほんな向こうの日テレの廊下から、さんまちゃん、調子いいっすね、調子、抱きつきよって、俺その時な許そうと思ったもん。簡単な人やな、こんだけ変わる人っていないやん。確かに。あんないじめといて、あの手振ってくるってすごいなと思ったけども、そういう、いじめられ方しましたね若い時は。僕の場合はなんかそのある番組があったんですけど、その番組が終わって、まあ、その外にタクシー止まってるじゃないですか、はいはいはい、でなんかこう先輩から順番に見送ってもらえるみたいな、はいはい、お疲れ様でした。それで僕はその時はまあその3番目ぐらいに先輩いたんですね。で僕より後輩のジャングルポケットの斎藤ってやつがいてて、その斎藤が僕より5年ぐらい後輩なんですよ。でも斎藤君の方さっき言ってそのプロデューサーの方が言ったんですよ。いや僕の方が先輩なんですって言ったら、その人がいやこの世界テレビ歴だから、テレビに出たものが先だからって言われて、で斎藤がいやいやいいです村本さん言ってくださいって言ったんです。いやいいんだいいんだ、村本君は最近出た、斎藤君の方が早く出てる、斎藤の方が先輩なんだよっつって、僕最後まで回されて、結局タクシーの数が足りなくて、僕なくてタクシーチケットってあるじゃないですか、それ生産したら会社でね、あのテレビ局で払ってもらえる、その時持って一人でもう探させに行かされて、タクシー探しに行って、もう適当に止めて乗って、そっからもうどんどん腹立ってきて、ああもちろんもちろん、なんであんなやつにあんなこと言われなあかんねんと思って、でなんか復讐したいなと思って、そこで例えば次この番組出ていい話とかバーってして受けたとしても、この番組が面白いってことになるじゃないですか、いや違うと。で次また呼ばれてめっちゃ滑ってやると、滑っても悪い噂を流されて僕の損になると、何かいい方法はないのかと一個考えたんですよ。そのチケットでなるべく遠くへ行くっていう。せっこい半船橋まで、島の船橋まで行って、もう何か運転手さんにもうその角右回ってください、そしてもう一回右もう一回右もう一回右元戻りますよ、それでいいんですよ、なんかもうぐる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 回って、で東京戻ってきてね、もう計算3万7千とか8千ぐらいもうそこだった行ったんですよ。でチケット払ったら使えなかったんですよ。東京無線とか有名なとこしか使えなくて、ああそうか、僕が乗ったんです個人タクシーやったんですよ。自分で払ったんですよ僕に。ああすごいな、お前ほんまなんかもう性格直せ。なあ、いやなんかこう復讐をしたいといううわ気持ちでも、あそういう、まあ、いじめというのか、それはどうやねんやろな、何かこう分からんではないねんけどな。もう僕を泣かせないでくれよベイビー、君が微笑むたびに哀れな心が痛む、細い肩を抱きしめて苦い夜、そっと体を離すとき頬を涙が消えた、少し疲れてしまった、キス、キス、キ
キスをして雨の中サンキュー俺は虹を追いかけるだけの男さけてるダメなやつさ口先で愛をおもちゃにしてるというみんな俺にそう言うのさだけど君は知ってるね少し疲れてしまったKiss, kiss, kiss をして腕の中 Thank you There's a blue sign, change a blue sign, blue sign, blue sign, oh, oh, oh. 髪へ人気なくて、出待ちがゼロ、ちょいまんの営業客が来ない角に似てるとネットでまた画像干物の絵いかれに井上をスウェイしてたカメラマンでもこんなん誰が買うんだと切れられた Look at this the bus に行きたい邪魔で中途を飾るめったに出ない少女を映えがどうなった未来が待つ一日後か Set the book now. Change the dance. Leader, you're the one. Keep chasing it. Tada, you're the one. So cool. Camera, no.Oh,
これは大変やろ。これはすごくぞ。頑張りましたよ。頑張ったよ。それは認めるね。頑張った。本当頑張った。すごい。何どうして田中？いや完璧にできて。え？すごく嬉しいです。リーダー。お笑いとしておかしなコメントや何が？そんなんどうでもいいですよ。どう膝ガクガクしてる。大変すぎないよ。家まで送っていってあげてね。多分膝ガクガク。すごいチューするから来ます。言ってみたらなかったら疲れて膝ガクガクしますよ。なべどうでした？感動しちゃいますね、なんかね。ただね、なんかその踊りがこう来ちゃって、歌詞がちゃんとなんか入ってこない。それは聞く方が頑張んなきゃいけない。座ってるわけじゃない。そうじゃない、そうじゃない、そうじゃない、リーダーちゃんとしてね。いやいや山根も満足で。いやもう本当にだから練習で家に帰れないんですよ。渋谷仕事終わってからやからか。すげえ遅くなって。で奥さんはお腹大きいし。だんだんなんか機嫌悪くなってなんかギクシャクしてきて。このダンスのおかげで。いやでもまあ今日最後頑張ってねっていうメールが来て、いやちゃんと踊れたから本当に嬉しいです。でもあの窓川博士さんなんか、いや飛んで飛んで言ってるから、いや飛んで飛んでじゃないですよ。関西の人大爆笑ですけど、知らない方多いと思いますじゃあ誰だかお前は。はい、僕はあの劣化版メンディーです。いやこれは違うんですね。これは違うんですね。これは違うんですね。飛んで飛んでのが受けてなかった。飛んで飛んでなかったです。すいません、申し訳ございません。ごめんなさいでしょ。